オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はルディ先生です。ルディ先生はフランス語と日本語で話してくださいます。ルディ先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Bonjour à tous, c'est Rudy. 皆さんこんにちは、ルディです。Je suis heureux de vous retrouver pour mon premier à la cafette de cette année. 私の今年初めてのあらカフェットで皆さんに再会できて嬉しいです。 Comment s'est passé votre mois de janvier? 皆さんの1月はいかがでしたか? Pour ma part, le début d'année est une période que j'adore.Car il y a beaucoup d'événements et beaucoup de bonnes choses à manger. 私は年の初めが美味しいものが食べられるお祝いが多くて大好きな時期です。Le jour de l'an, le 1er janvier, l'épiphanie, le 6 janvier, ou encore la Saint-Valentin, le 14 février. 元日や1月6日の高原祭や2月14日のバレンタインデーなどがあります。On a donc l'occasion de faire de bons repas en famille, de manger la galette des rois et du chocolat. 家族で美味しい食事やガレットデロワやチョコレートを食べる機会があります。De plus, chaque année,La galette des rois est de plus en plus populaire au Japon et il est devenu assez facile d'en acheter dans le commerce. Quel bonheur, n'est-ce pas? そして、日本で年々ガレットデロワの人気が増えているので、いろいろな店で見かけるようになりました。幸せですね。En plus des fêtes, le début de l'année marque le retour au travail.そして年の始めというとお祝いの他に仕事の再開もありますね。Entre les bonnes résolutions à respecter, les fêtes à préparer et le travail, nous sommes assez occupés. 新年の抱負を守ることやお祝いの準備や仕事の再開で忙しくなりますね。Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble comment dire que vous êtes occupé de manière naturelle. というわけで、今日は自分が忙しいというフランス語の自然な言い方を紹介したいと思います。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私はルーディがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐ使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は1月よりレッスンを開始されたマガリ先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. さて、早速レッスンを始めましょう。Aujourd'hui, nous allons donc voir trois expressions.今日は3つの表現をご紹介します。La manière la plus connue des apprenants pour exprimer que l'on est occupé est de dire tout simplement « je suis occupé ». Mais ce n'est pas la manière la plus naturelle. フランス語を勉強している方にとって自分が忙しいということを表現するときに一番知られている表現はもちろん「je suis occupé」。ですが、
これは一番自然な言い方ではありません。Voici donc la première alternative. 一つ目の別の言い方は、Je suis débordé. Je suis débordé. Je suis débordé. 仕事で溢れ返っている。C'est une expression qui veut dire que vous avez beaucoup de travail et que vous êtes en train de perdre le contrôle de la situation. Vous l'entendrez tous les jours sans exception si vous travaillez en France. この表現は仕事が多くてだんだんコントロールを失っていくことを表現しています。フランスで仕事をしたら毎日必ず聞こえます。débordé は溢れ返っている、こぼれているという意味があるので、とても忙しいという意味で使います。Ensuite, il est également important de connaître l'expression その次に知っておくべき表現は Je suis surchargé. Je suis surchargé. Je suis surchargé. 仕事の量が多すぎる。Les Français aiment bien se plaindre et exagérer. Donc n'hésitez pas à utiliser cette expression même si vous n'êtes pas vraiment occupé. フランス人は文句を言うことや物事を大げさに言うことが好きなので、忙しくなくてもぜひ使ってみてください。surchargé は超満員のという意味で多忙なという意味で使います。Et pour terminer, une expression imagée très populaire. そして最後に有名な慣用表現をご紹介します。Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus où donner de la tête. やることが多すぎて、何から手をつけたらいいかわからない。Vous avez bien mémorisé les expressions? Vous pouvez maintenant dire que vous êtes occupé comme les Français. 覚えられましたか?自分が忙しいことをフランス人のように表現できるようになりましたね。いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。ありがとう。ルディ先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は1月16日にデビューされましたベテラン講師の曲里先生をご紹介します。フランス語講師としては1993年からなんと25年以上前から教鞭をとっていらっしゃる曲里先生。デルフ、ダルフの試験官の資格を所持し、日本の観光庁や大学、企業など多数の機関でフランス語を教えた豊富な経験をお持ちです。日本人学習者の苦手を熟知しているので、的確な指導が魅力の講師です。また、
ベテランならではの包容力と優しさを感じさせるので、初回のレッスンから安心して受講できます。とりわけ、発音矯正に力を入れており、文法の細かいミスも見逃さないので、ブラッシュアップから試験対策まで幅広い要望に対応することができます。実際にご受講いただいた生徒様からは、発音指導が具体的でわかりやすく、自分の発音が向上する手応えがある。デルフの試験官をされていたので、試験官目線での対策レッスンは合格への近道。といったお喜びの声をいただいております。曲先生は日本語も堪能ですので、入門者から上級者まで幅広いレベルの生徒様におすすめです。ぜひ一度、曲先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。